こんにちは、ミスターマユオミさん。メッセージありがとうございます。今回ですね、そうですね、まずはコーチ、高知にお帰りになった際は、まあ、あの、お越しいただいて結構ですんで、また連絡いただいてね、スケジュール合わせてお話をいたしましょう。で、YouTube の件なんですけども、やっぱりね、あの再生数を上げようとか、チャンネル登録者数を増やそうと思ったら、人の求める動画を作っていかないといけないんですよ。そういう意味で言うと、まずあの、YouTube アップロードするために慣れる動画でね、ドライブ動画っていうのを紹介したんですけども、ドライブ動画やったらどうって。でも、ドライブ動画っていうのが、 人に求められてないものだったらやっぱり変えないといけないですよね例えばドライブ動画っていうのもここにカメラを置いて置くだけではダメだったらもうちょっと引いてみてね あのインパネが見える状態あのスピードメーターが見える状態のどうかなとかそれとも自分の顔がワイプでここら辺にねあの四角くあってそれで全体が映るやつとかあとは車載動画なんだけども自分の顔にカメラを向けたらどうかなとかねいろんなそれだけでもね車載動画だけでもさまざまな工夫があるわけなんですよあと肝心なのは車載動画の中にやっぱりトークを入れていくってやつですよね トークを入れていく内容も、お金に関するものか、恋愛に関するものかね、それから健康に関するものか、仕事に関するものか、この4つのうちのどれかをやっていくっていうことをすると、なるほど、次も聞いてみようかなっていうふうな方が現れるんではないかと思います。ただね、見えてるものとか、流れていく景色を喋ってるだけっていうのも、当たる場合があるんですけども、当たらない場合は変えていかないといけないんですよね。これは当然ですよね。当たらないものを続けるんじゃなくて、当たるものにどんどんね、スライドしていかないといけないってことがあると思います。その他ね、例えばね、 宇宙人ってテーマでやってるのもいいと思いますよ宇宙人とか CIA の秘密とかね えー、そういういなちょっとアンダーグラウンドのものとかスピリチュアル的なものとかオカルトチックなものっていうのは多くの人が、ね、興味を持ちますのでそういったテーマでずっと発信し続けるっていうのもあると思いますベストなのは自分も興味があって知識があってそれを話すことによってファンができるってやつなんですけどもあのただ再生数増やそうと思ったら自分の興味のないことをやっていくっていうしあの方法もありますで自分の,興味,なものが興味のあるものが人に受けるっていうのはこれラッキーなんですよでもそのラッキーを狙うためには量産していくっていう方法もありますけどもさあどの戦法でいくかってことになりますよね で名言集に関しましてはただ名言をこうやって並べるだけじゃなくて実はねそこに工夫させようと思ったらその名言に対して自分はどう思うのかっていう自分の解釈。 そそしててて自分はどののようううににれを生活に反映させいいいるのかっっ応用力こういったものを付けけてて加えていくとそれは工夫になるわけですよねただ言葉を抜き出して並べましたっていうのではなくてそこに自分の考え方解釈を入れていくそして応用を入れていくってものに関してえその言葉をね厚みを出していくことができると思いますけどもいかがでしょうかまあそういった形でねえいろんな工夫とかを重ねていきながら100回やったら100工夫1000回やったら1000工夫やっていけば当たるものにやっぱ出会えていけるのかなと思いますけども工夫を せずに単なる作業の繰り返しっていうのは彼はね。これはちょっとね。うん。何と言いますかね。単純労働ではやっぱりお金は稼げるようになりませんし、ファンは作れるようにな,ならないと思います。ただ、その中でも単純労働でファンが稼げるとしたら、誰もやら,やらないレベルですよね。 その単純労働を例えば1万回のレベルでやったらさすがに人は振り向くかもしれません。YouTube 動画を1万回、えー、アップロードしてきて分かった事実みたいなタイトル、これを見たらね結構ね再生されると思うんですよ。私はやったことないですけども。まあそういう風な形でねあの、常に工夫を入れていくっていう精神で挑んでみてはいかがでしょうか。あーその工夫なくしてね、結果が得れる人ともいるんですけども。 工夫がなくして結果が出ないんだったら工夫をするしかないかなというふうに思いますまあ至極単純なことですけどねうん。まあ、ちょっと具体的なものではなくて関連的なものだったんですけどもまたね具体的な工夫っていうのは次回お届けしますので、えー、お待ちくださいませということでございますでは失礼します